皆様こんにちは、木村よしこです。今日は2024年8月23日です。金曜日ですね。1週間終わりました。ただいまの収録時刻は当日の、見えますでしょうか、15時39分36秒となっております。相場がね、終わりまして、心配されたほどの影響がなく、日銀の植田さんが無事にイベント消化をしてですね、3万8000台で株式市場を終われたんですけれども、まだいろんな材料がありますからね、油断は、大敵でございます。ただしですね、身構えている時はなかなか押し目がないのが、これまで申し上げてきた通りの、見通しでございます。みんなが身構えている時は意外としっかり、そして油断した頃にまたね、やってくるということで、皆様ね、その辺は抜かりなく市場とお付き合いいただきたいなと思っております。今日のタイトルはですね、国内外の政治材料が株価を揺らす、その点につきましての認識を皆様と共有しておきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。そしてですね、一番最後のところにでは雑談をさせていただき、そしてですね、久しぶりにレオちゃんの様子も映しましたので、ぜひお付き合いくださいね。それでは始めてまいります。さてですね、日銀の植田総裁のですね、国会閉中会審査ですね、どうして金利を上げてですね、あんな風に市場が大暴落してしまったのか、適切な利上げの発言だったのかということをですね、閉中会審査で証言をされました。無事にイベント消化ということで、日経平均株価は終値ベースで38,364円27銭、153円26銭高となったわけですけれども、先行きですね、いろんなことが懸念される時っていうのは、このように恐怖の壁をじりじり登っていくんですよね。ただし、予断は禁物でして、マーケットにはですね、様々な強欲な方たちがいるわけですよね。もう何回も何回も材料で持って、上に持っていったり下に持っていったりしてですね、9月13日のメジャー SQ のですね、この値をいろんな風にして儲けようという方たちがいるわけですよね。なので予断は禁物ということで、ただ今日の植田さんの発言による急落リスクっていうのはなかったということですよね。終わってみて やれやれということなんですけども、こうしたイベントが控えている時は意外と恐怖の壁を登っていくことが多いということですね。さあ、また私たちがですね、この油断をしている時にドカッとはしごが外されるということをね、思い出して、これから先の、これから9月、10月、11月、12月、どのように過ごしていくかということを今から考えないといけないわけですね。で、どうも今年の秋はですね、政治の季節ということで、いろんな動きがあるようですので、整理しておきたいと思います。それではね、政治は株価にどんな影響があるのかということで、株式市場というのは企業の業績をね、これ将来どうなるんだろうかということを測る場所なんですけども、どうもね、やっぱり政治的な面も影響を受けるということなので、一応ね、どんなことが話題となっているか押さえておきましょう。株式市場は本来ですとね、上場企業の業績配当政策などを投資家として見て判断して、そしてこのお金を投じたり売ったり買ったりしてるわけですけども、差は去りながらやっぱりそのね、大きな枠組みの一つである政治の影響も受けるんですね。で、今年は11月5日にですね、共和党の元大統領のトランプさんが返り咲くか、またそのバイデンさんのこのね、続投をこのハリスさんが交代をしてですね、そして民主党政権を続けるのかということで、今攻防が続いているわけですね。で、トランプ陣営にはですね、ケネディさんを迎えるという話、そしてイーロン・マスクさんですね、ツイッターを買収して X としてトランプさんのこのね、投稿もまたできるようにしたイーロン・マスクさんも望めば政権の中に入るよということでですね、言ってみれば大きな国際金融資本の思うがままに動いてきたと見られるこのオバマ大統領からその動きが顕著でしたよね。そしてバイデンさん、そしてカマラ・ハリスさんと続く国際金融資本から見ると、使いやすい政権か
いや、そんな風にすると国民が大変なんだということで立ち上がったアメリカを取り戻そうとしているトランプ陣営が勝つかによってですね、全くその見えてくるこれからの世界の風景は違ってくるわけですよね。そして我が国はそのアメリカの影響を強く受けますので、今後どうなるかということなんですけども、今日ですね、閉中会審査で日銀の植田さんがどうして、ね、金利を上げたのか、あの金利の引き上げによって未曾有の大暴落が起こってしまったけども、それについて適切だったと思うかみたいなことでですね、国会でいろいろと、この野党そして与党の方たちの質問を受けたということですね。でそのイベントは無事に消化されたんですけども、岸田さんがですね、再登板しませんと、総裁選には出ませんと言ったのが8月の9日ですね。で何故岸田さんは続投する気満々だったのに辞めたのかということなんですけども、一つの説としましては、植田日銀総裁との調整がうまくいかず、植田さんは独自路線で、ある意味岸田さんを騙す格好で金利の引き上げを行ったと。これが大暴落を引き起こしてですね、この大損をした外資の中からとんでもないことだと言われた、だからもう岸田なんてダメだと言われたという説もあるんですよね。でもう一点はですね、麻生さんですね、麻生さんと岸田さんの会談でパーティー券の金額についてこの線で行くよ、分かったということで男同士の約束があったのに、岸田さんはそれを破った、だからもう麻生さんが怒ってですね切ったという説もあるんですね。で岸田さんがお辞めになるっていうことを表明されたのが8月9日ですよね。でどうもですね、いろんな説が出てる中から代表的なものを お話ししますと、この植田さんのですね、日銀の政策でもって株式市場円キャリートレードで大損したその国際的な運用者からですね、とんでもないと、もうこんな日銀をコントロールできないね、岸田さんはもう失格だというようなことでですね、引きずり下ろされたという説があるんですよね。それもあるかもしれないですよね。日銀がずっと円キャリートレードを支援するような政策をするのであれば、儲かり続ける構造を享受してた外資もいるわけですからね。で、もう一つはですね、岸田さんは麻生さんにもう見切られたんだという説があってですね、これも私的にはうなずくものがあるんですよね。岸田さんと麻生さんが男対男、男としてですね、パーティー券のこの金額ですね、これについてはこういくよって言って、お互いによし分かったって言ってですね、この面談が済んだのに平気であっさり裏切ったというのが岸田さんらしいんですよね。なのでもうこんな男と男の約束を破るようなやつはですね、応援できないということで切られて、もうこの総裁選に出ることができなくなった説もあるんですよね。でも8月9日に、まではやる気満々だったわけですから、外資からの圧もあるんじゃないかなと思いますね。で、9月の27日にですね、自民党総裁選挙があるわけですけども、私としてはこの方かなと思ってるんですよね。でこの方は、いわゆるジャパンハンドラーと言われる名前がいろいろあるんですけども、その方たちにとって非常に使いやすい方なんじゃないかなと思いますね。これは私の勝手な見方ですけどね。だからこの方になって、そして誰かというとレジ袋さんですよね。レジ袋さんになってですね、そして10月の後半に解散総選挙というような形じゃないのかなと思うんですよね。そうすると一瞬11月ピカッと高くてっていうような相場の流れもあるのかなと思っております。これはまだね、いろいろ修正しながらお話ししていこうと思うんですけどね。いろいろとありますよ。でなぜそうなのかということの一つには、この女検事総長の存在もあります。そしてですね、国の私たちの税金からですね、その秘書のお金だと言って騙し取って、そして、もうこれ重罪ですよね。その広瀬めぐみ議員を
なぜ逮捕しないのかということなんですよね。でそこにはですね、この女性初の検事総長の意向が働いて、現場ではですね、もうこんなとんでもない人間はもう逮捕だと意気込んでいたにもかかわらず、この新検事総長の畝本さんがですね、止めたという説も出てきてるんですよね。まあね、もう本当司法はどうなってんですかね。この検察が適正な判断をしてないというふうに感じる方も多いと思います。この広瀬めぐみさんがやったことは、まあ言ってみれば公金横領ですよね。それを罪に問わないっていうのは、まあやっぱりその選挙を意識したこの政権の意向を気にしているのかなという説も出てきているわけですよ。だから逮捕しない、そして、政治家の逮捕に結びつくようなことには手を突っ込まないということで、これから先、自民党総裁選挙を無事に消化して、そして、解散総選挙というような流れのようですね。で選挙となったらね、株っていうのは軽やかに動けますので、まあ、その時には売りそびれたと思っている方はですね、売るチャンスもあるし、また途中のですね、ちょっとすくんでるところを買ってですね、そこで利益確定をすることもできるんじゃないかと思いますね。そしてですね、まあ、今日ですね、23日の午前に予定されるパウエルさんのこのジャクソンホールでの講演ですね、まあ、明日、今日の未明ぐらいにはっきりしてくるんでしょうけども、この内容はどうだこうだという話がね、ですね、出てくると思います。でですね、気をつけていただきたいのは、これはアメリカの FF レートですね、この FOMC で決定するこの政策のたんびに金利が上がった下がったと言われているFF レートですね。で過去ですね、この平らになっているところ、そして下げていくところ、こちら平らになっているところは2007年の前後ですよね。そしてここ急激に下げてますでしょ。これはなんだか覚えてらっしゃいますよね。リーマンショックの時ですよ。ずっと下げ続けました。そして横ばいが続き、そしてまた平らになってますよね。これがですね、その例の3月のあのショックを思い出していただきますと、ここがね、コロナショックのところですよね。で平らになって金利を下げていったところがコロナショックのところ、そして横ばいになってまた上げ続けて、今横ばいになってるじゃないですか。でね、アメリカっていう国はですね、たとえアメリカ発の理由であっても、世界経済の安定のために金利を引き下げるんだという、そういうポーズを取ることが多いんですよね。まあメンツがあるんですかね。なので、まあ、用心はしたいわけなんですよ。この平らになって急激に下げるところっていうのは、まあ、金利が下がれば企業の経営コストが引き下げられるし、株式市場にとってはいい話なんですけども、だけどこの金利を下げる前の平らの状態の時に大きな経済事件が起こってきたので、まあ、ちょっと用心はしたいなと思っております。でそこでですね、まあ、これからの予定ですよね。こちらちょっと作ってみましたので見ていただきたいんですけども、岡さんオンラインさんとマネックスさんのね、このページからお借りしております。 FOMC は9月の17日18日、そして日銀の金融政策決定会合は9月19日20日、そしてこれから先ですね、今日金曜日の夜の11時にはアメリカの新築住宅の販売件数、そして月曜日もまたアメリカの耐久財の受注などの数字が出てきますので、まだまだ国内外の情勢によって株価は触れてくる可能性が高いということは頭の中のどこかに覚えておいていただければと思います。そこで銘柄に関しましては木曜未明にですね、アップいたしました、ちょっと長尺のですね、動画でお話ししたように、三井住友フィナンシャルグループ並びに、日本取引所グループですとですね、まあその2つの会社がどうにかなるってことは考えにくいので、まあ、買い下がり、そして上がってきたら売り上がりがしやすいですので、まあ、そうした銘柄の分割を取るなり、分割の権利が落ちた後に買うなりっていうアイデアをご紹介したわけですが、さらにもっとですね、そんなに経済波乱が今後ありそうな気配なんだったらば、
なんかもうちょっと補強材料欲しいなという方はですね、まあ、私は自分も思い出した時に買ってるんですけども、金鉱山の株ですね。こちら今画面にお示ししておりますのは投資の森さんでのページをお借りしてるんですが、ニューモントマイニングです。$51.41 ということなんですけども、まあ、金鉱山の株はね、まあ、そんなに業績もいいわけじゃないんですけども、幅広い金鉱山を持ってるがために経済波乱が起こった時っていうのは、まあ、その金資産がね注目されるということを考えてですね、まあ、ニューモントマイニングだったり、あるいはバーリックゴールド、もうちょっと買いやすい値段帯ですのでね、そういうものを買ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思っております。まあ、私も思い出した時にですね、アメリカのなんかいい銘柄ないかなということを探す時に、どうもどれもパッとしないなという時はですね、コツコツと金鉱山の株を買っておりまして、まあ、それなりに安心なこのポートフォリオになってる気がいたします。皆様もぜひご検討してみていただきたいなと思います。それではこの後ね、雑談と、そして久しぶりのレオちゃんの様子です。ぜひこの後もお付き合いいただければ嬉しいです。それではね、また来週も頑張りますので、よろしくお付き合いください。そして田中陽子先生との対談の後半をこのリンク貼っといたんですけども、前半もね結構ね、まあ、大阪漫才みたいなことやってますんで、お時間があったらまたリンク貼っときますのでご覧くださいね。それではまた来週。さて、ここからは雑談タイムです。皆様はこうお顔にね何か塗ってケアされてますでしょうか。まあ、私はですね、おでこのシワがですね最近気になるようになりまして、まあ、習い事でフラメンコ、まあ、舞台時々ね声をかけていただくんですけど、その時にこう髪の毛をこうする時にですね、シワがびっしりだとちょっと恥ずかしいなとか思ってですね、まあ、あんまりケアしてなかったんですけど、顔洗っておしまいだったんですけども、ちょっとこうシワを改善するクリームを探してみました。まずですね、マダムジュジュ、懐かしいですね。うちのお袋さんの時代のね、うん、有名な、もうずっと続いてる有名なメーカーさんですけども、マダムジュジュのですね、シワを改善するということで、非常にねネット検索の結果、お値段もリーズナブルだし、こういうふうにねシワ改善と書いてあるので、まあ、届いたんですね。アマゾンで購入して届きました。まあ、中身はねあんまりたっぷりは入ってないんですけども、これをまずおでこに塗ってみることにしました。そしてですね、小林製薬ね、小林製薬頑張ってほしいですよね。まあ、小林製薬のこのリンクルケアプラスジェルクリーム、ちょっとちっちゃめですけどね、こちらをですね首に塗ることにしました。で、2週間続けてみようと思います。で、もしも改善したら、皆様ぜひお好きな方をね、なんかお役立ていただければと思います。で、手仕事、水仕事多いですよね。で、これからは秋からケアしておかないと冬とんでもないことになるので、今はちょっと実感としていいんじゃないかなと思ってるのがこちらですね。こちらはですね、近江兄弟社、メンタームのね近江兄弟社のこのメディカルクリームです。これ水仕事の後に塗っとくと、かなりねお肌がガサガサっとしたのが改善するような気がいたします。それからですね、こちらも秀逸でした。お値段が適切なお値段なんですよね。無印良品の化粧品って結構不安の方多いと思うんですけど、見えます？エイジングケアオールインクリームで、あまりにも量がたくさん入ってて嬉しいので、半分に分けまして、事務所とですね、まあ、都内の事務所、そして自宅、ねえ、都内に2カ所もあって、もう行くだけでもう疲れちゃって爆睡しちゃうんですけど、ね、この事務所と自宅に置いておくことにしました。で、こちらのね管理してるお家にも半分ね残したのを置いておくことにしております。これもね実感としていいですよ、無印良品。ぜひですね、これからも秋に入ってまいりますとね、冬、もっとちゃんとしていく方ということになりかねないので、ぜひ皆様今から秋の夏疲れ対策頑張ってください。それではこの後久しぶりにレオちゃんです。ぜひレオの様子も見てくださいね。カマキリがいました。で、一匹だけかなと思ってふと目線を転じるとですね、ここにいるんですね。だから恋愛中なのかな、デートをしようとしてるのかしら。
2匹。君は男の子なのかな？あっちが女の子？あ、女の子、行ってきましたよ。ねえ、秋だから、こうなんかこう、気持ちが、ラブになってるのかしら。どうなのかな？レオちゃんとね、カマキリはしばらく遊んでたんだけど、カマキリさんの中には、この線虫がいてですね、黒い糸みたいなね、寄生虫がいてね、で、カマキリの中から出てきちゃってですね、あれ、レオちゃん。レオちゃん、カマキリさんと遊ぶ？じゃあちょっと出そうかな。はい、どうぞ。今、レオママはですね、ちょっとお庭に、ね、いろんな野菜くずを埋めようとしてるところなんだけど。リュウちゃん、どうすんの？ちょっと私が出てきたから、様子見したのかな？で、こちらはですね、ちょっとくちゃいんですけども、これね、これは、もうちょっとね、なくなっちゃってますけどね、納豆菌を培養してですね、そして植物にかけようとしてね、ちょっと臭いんですけどね、これを撒いたりします。リオちゃんがいるからね、あんまり薬剤を撒きたくないからね、自然のもので撒いています。リオちゃんはね、サラダ食べたいんだよね。サラダはね、リオちゃんの好きな草はね、こっちだよ。リオちゃん、こっちこっち、こっちのこの草が好きなんでしょ。こっちの草食べよ。はい。リオリオ、これこれこれ、これ食べよ。これ、こっち。というわけでね、まあ、田舎のお家の管理も楽しいことがあります。それでは、ぜひ来週も見てください。またねー。